三遊間好調梶谷ヒットで出塁しました。ノーアウトランナー一塁。ピッチャー返し、この回先頭バッター金城がヒットで出塁します。これで1回に続いてノーアウトのランナーです。さあそんな中でこのメッセンジャーフルカウント、サードの頭上を越えていきます。好調勝田にヒットで出ました。そして二塁へ向かいます。ツーベースヒットです。梶谷今日も2本目のヒットになりました。面白いですね。本当盛んになってますね右中間です。大きな当たり入った。モーガンにツーランホームランが出ました。モーガン今シーズン第10号のツーランホームラン。2点を返しました。7対2。そしてこのモーガンが作るトニークラッシュの T というこのポーズも、この不思議なキャラクターもすっかりと定着しました。カーブ高かったね。しかし追い込まれてやっぱりあれね、しつこくね、はい、フルスイングできるというのは大事なもん。モーガンのツーランホームランが出ました。これで7対2、その差は5点。バッター後藤剛志ライトへ、これも大きいぞ、入ったー、パスが出ました。メッセンジャーからは2本目のホームランになります。これが強力らしいね、点の返し方。そうですね、アウトハイだけどうまくヘッド回ったですよね、はい、初球で思い切りがいいよ。ライトスタンドの中段まで飛んでいきました。あそこまで行っちゃった。バットのヘッド返ってるね。しかし飛びましたね。バッター5番レフト銀河。サードトンネル、田淵さん、綺麗に坂が守備うまい選手というイメージなんだけど、まあ今のはびっくり雑な、全くグラブ触らないで。そうですよね、ましてや人工芝だからね、イレギュラーないんだけど、はい、リポートでした。いい当たりだ、左中間へ長打コース、白崎は三塁向かっている。そして三塁回った、ホームイン、俊足を飛ばしてホームに帰りました。白崎ベイスターズまた1点返しました。7対4。岡が左中間に打っていきました。絡めた盗塁というのをね、はい、増やした方がいいと思うけどね、はい。さあそしてこのうまいうまい小林博士の送りバントも見事に決まっています。これでワンアウトランナー三塁です。さあ勝っている梶谷、ライトへ、ポールの右か左か、入ったー、1点差に迫る梶谷第7号、ここ5試合で5本7対6、1点差。
タイミングの、タイミングの取り方もうまいし、はい、まあ、スピンのかける打球ですね。しかしこれポールの上を飛んでいきました、ね、ライト最上段ですね。一番上の通路に立っていたファンの方がボールをキャッチし損ねましたが、ものすごい飛距離でした。梶谷、今日はこれであと3塁打が 出ればサイクルということになります。まあそれだけボールセンターへ弾き返した。山崎はこれで筒井から今シーズン3打数3安打。レフトの左へタイムリーツーベースヒット。追いつきました。いやだけど4回激しい点の取り合いです。1、2塁間モーガンは3塁だった。さあバックホームはホームイン。ベイスターズ逆転8対7。金城のタイムリーヒット、モーガンが帰ってきました。7点差を逆転しました。ライト福留からも懸命のバックホームでしたが、いやしかしベイスターズすごいね。まあ中畑監督喜んでるけど、まだ早いよって言いたいけどね。まだ4回です。まだ4回、この後どうなるかがわからな いやだから面白いですよね。そうですね、好調を保っているようなピッチングです。1、2塁間山崎にヒットが出ました。ワンアウトランナー1塁。これで久保は8月に1軍に復帰してきてから初めて打たれたヒットということになります。ライトへ持っていった田村の打球大きい。フェンス際返す、一番上の方に当たりました。さあ田村は3塁向かいそうだ。スリーベースヒット。ツーアウトから田村にスリーベースが出ました。フォーザチームというか4番でもバントをするというのは、はい、まあ、4番目ということがありましたしね、はい、まあ、中村がまだありますね。いるだけに次は、ね、大谷のところで来てたら、これ中村の勝負ですから。そうですね、これで中村をそのまま代打で起用しますね。この敬遠がどういうふうに動くかですよね。そうですね、ここは太田辺りに中村典弘の代打で起用します。今度は逆に阪神の外野はだいぶ前で、さっきと同じようにね。そうですね、ギャンブルでしょ。イケイケの時はね、積極的に行った方がいいと思いますよ。そうですか。でライナー行ってダブルプレーでしょ、しょうがないです。はい、
ランナースタート、中村が決めた。もうガンが帰ってくる。中村のりひろ通算17回目のサヨナラヒット。9対8、ベイスターズサヨナラ勝ち。タイガースの安藤に土をつけました。7点を先行されたゲーム、ベイスターズなんと逆転勝ち。まさに占領役者というようなこの中村のサヨナラヒット。いや、私はあの近所の ベンチワークの中ではい最初からどうぞっていうのは私はどうかなというのは感じましたね。なるほどです ね、 ねやっぱり最後にいいところを掴むのがこれベテランの味ですから、はい、いくら安藤が負けてないといってもやっぱりこういう場面ではね、はい、苦しい場面なんですから、はい、やっぱりそういうことを考えますと今の最後のシーンでも田淵さんのおっしゃった通り、はい、あのランナースタート切ったんですよね。そうですそうです。そういうことを考えると、はい、その攻めていくべきところで、はい、今日はベイスターズ中畑監督が攻めたんだなという。そうですね、攻めて攻めて同点にして最後は逆転されたけど最後は逆転してさよならと、はい、これはもう明日につながりますよ。そうですね、勝ち投手は太田アトリです。8回9回の2イニングスピンチの連続でしたが0点で抑えました。これ先発の三浦がまさかという3回7失点で降板したゲームですけど、それをこうやって逆転してものにした、これチームにとっても本当に大きな一勝ですね。そうですね、